キ3097式系爆撃機飛行第31戦隊の97式系爆撃機97式系爆撃機は、第日本帝国陸軍の系爆撃機。略称、故障は97式系爆、97系爆など、試作名称はキ30。連合軍のコードネームワン、97式単系爆撃機とも、開発、製造は、三菱重工業。 1936年93式総発計爆撃機の後継機開発指示に三菱が参加、採用されたのが機30である。この後継機開発においては三菱と川崎航空機の共作になったが97式司令部偵察機の基本設計を流用する形で手堅くまとめた三菱の機体が勝者となった。 1937年2月に試作1号機が完成し、増加試作機を16機製造した後、1938年6月に、陸軍最初の単発単用系爆撃機、97、式単系爆撃機として、正式採用された。しかし、仮正式採用時の同年3月にはすでに、中国大陸に展開する部隊に配備が始まっており、実戦にも参加していた。 機体の稼働率は高く実用性に優れており、実施部隊での評判は高かった。また、本機は急降下爆撃が可能であった。そのため、シナ事変の中期以降は主力系爆撃機として各地で活動した。しかし、胴体内の爆弾層のため前後の座席の間隔が広くなりすぎて、上院間の連絡に支障をきたす点が欠点として指摘された。また、 爆撃機機としてはやや運動性が鈍い機体でもあった全者の欠点は99式襲撃機の開発時に考慮されることとなった。1941年頃までは第一戦機として配備されていたが、それ以降は旧式化により急速に前線から引き上げられた。太平洋戦争の末期には特攻機として使用された機体もあった。 生産は1940年まで続けられ、三菱で636機生産されたほか、陸軍航空工廠でも約50機ほど生産されている。また、1940年に、当時の同盟国であるタイへ24機が供与され、M103、名古屋という名称で、同国空軍で使用された。名古屋という名前は、当時生産工場のあった名古屋市にちなむものである。 ありがとうございます。